ではね、その最後にね、ACD のね、ベーキをやりますね。まずこれを取ります。うん、で、これも取ります。あとこれを、これで言っても分からんな、これを入れます。ここにこういう感じで入れて、あ、ちょっとなんか霜がついてるな。まあどうせヒーターで温めるんですけど、ちょっと気になりますね。ここには、ここの中には余計なもん入らないしかし。ちょっと気になったんで殴ってる。本当はこれもいけないかもしれない。私もこれやったことはない。これあの肝炎で拭ったことはないです、一度も今まで。うん、本当は拭わない方がいいかもしれない。本当は拭わない方がいいと思います。そのまま取るだけでいいと思います。ごめんなさいね。だからこれ悪いがやり方だと思って、良くない。思います。で、これでここに入れて、ここに刺すところがあります、コンセント。シュッと入れます。ちょっと浮いてるんですけど、刺すところあると思うんですけど、浮いてるんですけど、ちょっと刺すところがあって、ちょっと浮いちゃうんですけど、前はもっと最後まで入ったんですけど、なんか最近入らなくなっちゃって、よくわかんないんですけど、昔はもっとね、ちゃんとできてたはずなんですけど、なんでか4、5年経つと、4、5年経って戻ってきてみると、こんなふうになって。昔はこんなんじゃなかったんですけどね、うん、なんかいろいろと不便になっちゃってるとこがあって、しょうがないです。まあしょうがないですね。国際化して英語が入ってくるようになるとそうなってるのかもしれないです。ちょっとわかんないです、うん、よくわかんないです、うん、昔のが便利だったっていうのは、うん、思い出補正かもしれないです。で、その後にですね、メインテナンスの ACD ベーク、あ、その前にちょっといろいろ大丈夫かどうか見てくださいね。ビームカレントもゼロだし、足止めし、ハイボロモフになってますしね、ちゃんとなってるというのを見てもらって、で、メインテナンスの あとここも大丈夫かどうかもね、シンクでもね、で ACD のベークで、これをオンするだけです。で、これをオンしてしまうと、あと一つ忘れてたんですけど、あのあれがイオンポンプのゲージが見えなくなってしまうんで、オフする前に必ず確認してください、いくつの値になってるか。2.4、 ちょっとダメだ、ちょっと確認してきます、すいません、確認してきます。まあ一応確認してください。で、それ終了の時の、を書いてください。ちょっと確認してきます、私は。2.3 か。なります。で、これで押すと、ゲージが見れなくなります、ね、気をつけてください。で、これを押しますよ。で、イエスですね。で、見ると分かると思うんですけど、ゲージが見れなくなってます。で、入れる前は 2.3 だったことを覚えてもらうので、ログノートに記すことになってます、ここの期間ではね。なので必ず ACD ベークを押す前にやっといてください。まあ以上ではないですね。もう一個ありますね、最後に。最後の最後に、やることがあって、あとは、窒素ガス、閉めなきゃいけないです。これですね。これを閉めます。右閉めです。で、これで終わりですね。よしと。で、あとは、期間によってはログノート書くところありますんで、ちゃんとログノート書いて終わりです。いくつか調べてですね、まあ概ねこんな感じの使い方になります。うん、どの機関でも概ね一緒ですから、ジェム2100置いてあるところがいっぱいあると、あの備えてある機関は多いと思います。これだけ高性能ですからね。ですから皆さんも使えるようになっていただければと思いますね。少しでも参考になれば幸いです。はい、では
これで終わりますと。